前さ、仮病で甘えてんだろ、後遺症とか言ってさ。そもそもさ、お前これかかったらさ保険金もらえんだっけ。だってかかった方がマシじゃん。羨ましいわ。ひどい。は、皆さんこんにちは。本日は新型コロナウイルスの後遺症に苦しむ友人に対し、それは甘えだと非難している男性の姿を目撃したら、人がどのような行動を見せるのかを見ていきたいと思います。早速ご覧ください。ごめん遅くなった。悪い悪い。うっせえよ。どんだけ待たせんだよ。いや、ちょっと体調悪くてさ、なかなか家出れなくて。この前コロナかかったじゃん。そこからずっとしんどくてさ。くだらねえ言い訳してんじゃねえよ。いやマジだって、ずっと後遺症つらくて、倦怠感とかなんか味もしないし。そんな言い方しないで。何、逆切れしてんの。遅れてきたのお前の、なんで切れられてんの。俺後遺症とかお前さ、意味わかんない言い訳してんじゃねえよ。お前が甘えてるだけじゃん、仮病使って。そもそもさ、お前保険金出てくるんだろ、かかったら。ならかかった方がマシじゃん。羨ましいわ。ひどくね。あ、ずっと治んないから後遺症外来通ったりとか、治すために頑張ってんのに。いや、バカじゃん。別に保険金出てたって。いやいやいや、バイトもできないし。それが甘えてるっつってんの、後遺症のせいにして。お前コロナかかったらいつの話してんの。3ヶ月前だろそれ。なのに病院の勤務でいいんじゃねえっつってんの。遅れてきたのこいつですし、そこまで強く言ったつもりはないんですけど。あ、そうですよ。コロナはいつ頃なられたんですか。3ヶ月前ぐらいです。まあ、ちょっと私普段病院で働いてまして、そのコロナの患者さんよくお見受けするんですね。で、まあ、後遺症である方とかもたくさん今悩んでいらっしゃって、で彼が言ってることって嘘ではないよ。本当にたくさんの人が今その状況で悩まれているので、まあ、こういう時期って周りの協力やサポートがすごい大切なんです。日常生活を取り戻すために彼も外来に行って、すごくコロナの後遺症外来ですよね、通われてて。そうですね。すごく大変な時期だとは思うんですけど。すいません、急に話しかけてしまって申し訳ないです。まあ、そのお友達であれば、その今はそういう時期なんだなと思って、あったかく見守ってあげてほしいんですね。その優しい言い方してあげてほしいんです。でプレッシャーとかストレスも今ちょっとこうやって語るような言い方されちゃうと、その今は平気そうに彼も冗談のように笑ったりはできるんですけど、お家に帰った後にすごい倦怠感が出たりすることもありますし、なのでちょっと気をつけてあげてください。すいません、お大事になさってくださいね。ありがとうございます。ごめんなさい、二人で会話されているところちょっと邪魔してしまって申し訳ないです。すいません。どうして先ほど声をかけてくれたんでしょうか。そうですね、先ほども少しお話しさせていただいたんですけど、私普段医療関係で働いてまして、はい、コロナの後遺症で悩まれている方をすごくお見受けするんですね。で後遺症なんですけど、コロナの感染の症状とは違って、後遺症について周りが理解してないことがすごく多くて、日本にもすごく悩まれている方がたくさんいらっしゃいますので、そういう方に少しだけ理解がある言葉をかけてあげたらいいなと思って、思わず声かけして。
したらなんか自分なりなんですけど、もし自分だったらどのような言葉というか声をかけてあげますか。まず一番大切なのは患者さん本人を責めない、まあ、友達だったら寄り添うような言葉をかけてあげれたらいいかな。うん、なるほど。そうですね、あと相手に寄り添ってちゃんとなんか寄り添ってあげる言葉をかけてあげるってことがまあ大事です。そしたらもう最後に、視聴者の方いらっしゃるんですけど視聴者です。そうなんですよ。何かメッセージか一言ちょっといただきたいなと思うんですけど。メッセージですか。はい、何かいただけますか。そうですね、待ったよね。ごめんごめん。うっせえよ、お前。どんだけ待たせんだよ。いや、ごめん。ちょっと体調悪くて。あの、この前コロナかかったじゃん。そっからずっと体調悪いんだよ。なんか倦怠感あって。あ、くだらねえ言い訳してんじゃねえよ。いや、マジなんだって。倦怠感すごくて。飯も味しないし、今日だって久しぶりだからわざわざ来ててさ、本当家出んのきつかったんだよね。何逆切りしてんの。わざわざ来たって何。お前が遅れたのになんで俺が逆切りされなきゃいけないの。お前さ、服って仮病で甘えてんだろ。後遺症とか言ってさ、そもそもさ、お前かかったらさ保険金もらえんだっけ。だったらかかった方がマシじゃん。羨ましいわ。ひどい。は？その言い方はひどい。本当にしんどいんだって。自分じゃどうにもならないから後遺障害に行ったりとかして頑張ってるのに、今日だってこうして頑張って来ててさ、そんな言い方ないじゃん。バカだろお前。そういうのが言い訳って言ってんの。後遺症を使って甘えてんだよ、それが。ちょっとお話聞こえちゃったんですけど、ちょっと言い方ひどくないですか。だって彼、今コロナの後遺症で苦しんでわざわざあなたに会いに来てくれてるのに、ちょっと言い方がひどいかなと思って。でもこれって普通に自然に治るもんじゃないですかって思うんですけど、私も最近コロナにかかって復帰して2週間ぐらい経つんですけど、どれくらい辛いかあなたに分かりますか。いや、分かんないですね。復帰して結構経つのに、それでも倦怠感も続いてし、食欲もないし、髪の毛もすごい抜けるし、とにかくちょっと感染前とは全然違うんですよ。で、あなたも今もコロナ後遺症専門もあるから、はい、あんまり長引くようだったら早めにお医者さんにかかった方がいいかもしれないですね。ぜひおすすめします。 ありがとうございます。行ってみます。どうして先ほど声をかけてくれたんでしょうか。はい、私自身も最近コロナに感染しまして、熱中のような痛みですとか発熱ですとか、熱と近い熱を続けたり、一人で何もできない状態が続いたんですね。はい、すぐに熱を下がって元気になればいいんですけど、彼のようにコロナ後遺症なのかなと思ってちょっとネットで調べてたんです。したらコロナ後遺症が様々な症状があって、なんか私なんかよりずっと深刻に悩まれている方なので、そういう時に必要なのって、身近な方の理解
って思うんですよね。そうだと思います。なんか一番なんか理解してくれる人がそばにいてくれたら強いですよね。ちなみにその先ほどそのコロナ後遺症の専門家のなんか話をされてたと思うんですけど、はい、その情報っていうのはもともと知ってたりと か、はい、なんかそういう感じですか？コロナ後遺症、先ほどもね、なんか言ってたんですけど、なんかいろいろ思い当たるところもあって、でネットで調べてみたんですね。はい、そしたらめっちゃ質問が出てきまして、見ていただけるなと思って受診させていただきました。なんか、まあ、なったからこそ分かるっていう感じですよね。そうですね、そうですね、アドバイスというか。そうですね、ありがとうございます。そしたら最後に動画を見ている方、はい、視聴者がいらっしゃるんですけど、何かメッセージというか一言いただければと思うんですけど、何かいただけますか？そうですね、今ってコロナ感染者が増えてるじゃないですか、はい、その中でもマスクをしてない方がちらほら見かけたりして、本当に私のようにコロナ後遺症で悩まれる方もいると思いますので、ぜひともできる限りの感染対策をしっかり行っていただきたいなって思っております。分かりました。本当その通りだと思います。ありがとうございます。すみません、ご協力いただきましてありがとうございました。